ちゃん。ゆさみもりちゃんです。はい、お久しぶりでございます。久しぶりです。どうもエピックソニーでございます。はい、というわけで、ね、ありがとうございます。もうどうぞゴンチチの皆さんも違うって違うっていう。この今の歌ってくださった曲同じ発売日なんですよ。同じなんですよ。野の花が ね、8月の22 日、うん、それでホープアルバムね、うん、出るんですよね、はい、それが9月の21日。我々のウォンビーロングと
ボーン・トゥ・ビー・ファンキーと同じなんです。なるほど。だから抱き合わせでエピクソニーを買うっていう方法もありますよね。これはね、ちょっとジャンルが違うあれも面白いかな、ね、そうですね、いいかもしれないですね。なんか、はい、オーストラリアの方に。そうなんですよ、オーストラリアでレコーディングしてきました、1ヶ月間。あ、してきたのも、うん、あ、本当。はい。どうだ、なんでオーストラリアを、メルボルンを。なぜかと言いますと、私が、とっても好きなミュージシャンたちと一緒にセッションすることができて、元スプリットエンズで、あの、うん、シュネルフェンスターっていう今バンドを組んでいるんですけどね、シュネルフェンスターのみんなとセッションできて、うん、うん、それはもうあれですか、どこで知り合ったんですか、もともとは。それはですね、私の CD が去年彼らの元にちょっと行きまして、うん、たらそれでこれはええでみたいな声を気に入っていただいて、一曲今回は書いてもらったりしまして、まあ素敵ね。え、じゃあ行って会ってきて、夢がね叶った。でもね、7月のオーストラリアって寒いでしょ。メルボルンは特にね。そうなんですよ。それでもう電気毛布で寝てたんですけど、帰ってきたらものすごく暑いから、もう今年の夏は特にちょっと待って気味、大変でしたが、1ヶ月ぐらい行ってたの。1ヶ月、ちょうど1ヶ月行ってて、ね、そう、楽しみですね。食べ物とかどうだった。食べ物はもう全然大丈夫でね、結構ね、日本食が流行っていて、よく食べてました。皆さんどうでしたか、オーストラリアは。行ってないんですよ。なんでしょうか。ということで、ゆうさん、みのりちゃんのはい、あ、これから忙しく、あの、東京、名古屋、そして大阪の方と、ね、東名阪と、はい、ね、頑張ってね、体に気をつけて。ゆうさん、みのりちゃんでした。どうも、ありがとうございます。 CM です。